17日、真庭市国際交流員のローラ・ジェーン・ピンチャーさんの両親のアンドリューさんとカレンさんが真庭市に来て太田市長を訪問しましたアンドリューさんとカレンさんはローラさんの暮らしぶりや市内の観光地を見て回ろうと初めて真庭へやってきました14日から19日までの滞在期間中満開を迎えた大五桜やクセトンネル桜 イルゼンワイナリー、勝山町並み保存地区などを訪れたそうですうローラさんはバ、はい、ニワ市の国際交流員として去年の8月から任期1年間で活動していますこれまで地元イギリスの伝統的なケーキ作り教室や英語での絵本の読み聞かせを行うなど様々なイベントでバ、はい、ニワと海外をつなぐ役割を担っています この日、アンドリューさんとカレンさんは太田市長からローラさんの活動の様子を教えてもらい安心したような表情を見せていました会話の中では真庭市の文化や特産品などにも話題が及びイギリスが原産のジャージー牛や山林が多いニ庭の自然環境にも触れていました そして太田市長から間庭のお土産にゴーバラ漆器をもらったアンドリューさんはイギリスの家に飾りたいと話していました。